ダーツエグかった。なんかやっぱ私ね、リアルダーツやるんですよ。アーカイブ特勤見てる？絶対それ見て私ニヤニヤしてんだろうな。見てますよって。これソナ先輩、最高得点何点とかってあったりするべこなんですか？このゲームだったら705。 700? え、3回を3ラウンド、8ラウンドで 700? そうだね、705だね。取れるべこなんですか、そんな数字。700? リアルダーツって言っても、私がやるのは、ハードダーツとかソフトダーツとかあるんですけど、あ、ゲーセンとかでもある方のダーツです。ハード、ソフトじゃ多分わかんないと思うから、木に、本当に針で刺す方のダーツじゃなくて、電子の方のダーツ。リアルダーツだとね、あんなに正確にいかないから、500ぐらいかな。あからさまな手加減。私は、なんかね、ダーツバーとかはあんまり行かなくて、私もね、二十歳過ぎてるんですけど、お酒がすごい飲めなくて、なんか気まずいんですよね。ジュースを頼みながらダーツやるって気まずすぎるし、一人で行くの悲しすぎるから、一人で行っても何も思われないカラオケボックスで、なおかつ、ダーツがあるところに行ってダーツやります。ダーツ場ってお酒飲まないとダメな場所、ダメじゃないけど、やっぱ飲んでる人が多いから、なんか気になっちゃうっていうだけ。なんかそう、なんか飲むのが最適みたいな雰囲気とかあるじゃん。私そういうのがすごい苦手で、あ、なんかどうしようってなっちゃうんだよね。それでね、マイダーツは持ってますかっていうことなんですけど、マイダーツは持ってます。ちょうどダーツありますね。ダーツって上に羽みたいのがついてるんだけど、あ、バレルか、そう、バレルはね、ショートバレルですね。なんか手で持つ場所がバレルって言うんですよね。で、バレルの場所は、あとね、長さは短めのやつにしてます。投げてると先端曲がらないの。曲がる。あ、だからその先端だけを売ってるんですよね。それが、この、カシャ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 って言ってる。先端部分だけを入れる、ケース持ってて、一個一個。結構ね、2、3回投げると、ぐにゃんって曲がってきて刺さらなくなってくるので、刺さらなくなってきたら付け替えてみたいな。結構消耗品ですね。コレクション用というか、私はやっぱりその見た目を良くしたら使っていきたいっていうのがあるから。そうプロ選手モデルとかもあったりするのよ。プロ選手モデルとかってなると、やっぱりその人と同じものが使えるっていうのもあるし、やっぱ使いやすさとかもこだわられてるから、やっぱもちろん高くなるよね。だから極めたい人とかは、多分そういうモデルの方が、あの選手と同じようなのがやりたいみたいなのの方が多分いいんだと思うんだけど、私は多分そんなプロライセンスを取りたいとかそこまではないから、どちらかというとなんか自分が使いやすくて可愛いやつでっていう方がいいかな。